こんにちは、サラです。今回はですね、皆さんお待ちかねの IQ3 で見れるメイクアップ動画でございます。ちょっとね、最近ですねけどいろいろ用事がありまして、商品紹介とかそういう動画ばっかりだったんですけど、一段落ついたので、ちょっとね手の込んだふざけた動画をまた更新していきたいと思います。今回はですね、もうそろそろ、まだ暑いんですけど季節的に秋っていうことで、テラコッタメイクをしたらレンガになれる説っていうのをやっていきたいと思います。はい、ちょっとピアスをつけ忘れてたのでつけてきた。秋っぽい感じでちょレンガっぽいやつ探したんだけど、さすがになかったわ。はい、そしたらこちら、やっぱりレンガってマットなのでパウダーファンデを使いたいんですよ。なので下地はちょっとしっとりめなタイプを使っていきます。はい、そしたら次コンシーラー、こちらです。ロレアルパリインファリブルフルエアコンシーラー306番。あのインファリブルのファンデが好きなんですけど、それのコンシーラーバージョンが出ました。でこれ本当にカバー力がえぐくて、超つけすぎ注意。伸ばすとすごい伸びるし、カバー力が半端ない。なんかこのカバー力で液状を保っているのがマジで不思議なんだけど。あ、これちょっと塗りすぎた。はい、こんな感じで大体のアラを隠したら、次エクセルフェザライズオンパウダーの01番。はい、そしたら眉毛を描いていきます。キャンメイク3 in 1アイブロウ02。アイブロウは、ね、何でも大丈夫です。そんなにレンガ要素ないから今日はね眉毛ティントをやってるので描くのがめっちゃ楽。いつものヘビーローテーションで眉マスカラ。はい、でここからが皆さんお待ちかねテラコッタの登場です。こちらキャンメイクパーフェクトマルチアイズ03。もうこれ名前にねテラコッタって書いてあった。もう質感といい色といい、どう見てももうレンガ。割と最近の色じゃないテラコッタって。だからね割とテラコッタカラーが探すの大変だった。これがねアクセントカラーって書いてあったんですけど、もう私はこれを全面に今回は使っていきます。まずこの明るい色を塗って、でこちらのテラコッタを塗っていきます。下にも入れます。あんまりこういうカラー使わないから最終的に似合うのかちょっと不安になるっていう。ちょっと濃い色で目の際をぼかします。まぶたがレンガになった。はい、でラブライナーでアイラインを描いていきます。はい、でマスカラはこちらヒロインメイクのブラウン。やっぱりまつげもこう茶色に寄せてレンガ風に。そういえばテラコッタってなんか調べたら焼いた土って意味らしいよ。あ、やばい、めっちゃ下まぶたについた。で今なんか家の裏で解体工事してんだけど、すごい家がね常に震度2なの。はい、そしたらチークを塗っていきます。ロレアルパリルバーアブラッシュの11番。こちらもねマットタイプ。あ、なんかいい匂いする。なんかピーチみたいな匂いする。やっぱりねテラコッタはねマットなんですよ。マットじゃないとレンガじゃないなんか名言っぽくない？マットじゃないとレンガじゃない。まあツヤでもいいかもしれんけど、ツヤタイプだとやっぱ濡れた日の雨の日のレンガになっちゃうから、
あ、テラコッタいいんじゃない、なんかおしゃれっぽい。したらリップ、こちらキャンメイクリップティントマットの04番、これもね、名前にテラコッタって書いてあった。でね、私下の歯がねだいぶ揃ってきたんですよ。ほら、ちょっと前よりか見せれる歯になったと思う。あ、なんかこれ思ったよりいいぞ。なんかもっと顔から浮く系のやつかなって思ったんですけど、え、なんかナチュラルっぽい。ちょっとさっきまで塗ってたリップのラメが全然取れなくて若干輝いてるんですけど、気にしないでください。おお、あ、めっちゃおしゃれじゃん。はい、これで完成です。はい、ということで、髪の毛をセットしてきました。これで完成です。なんかいつもと雰囲気が全然違って、これはこれでありだけど、レンガではない。レンガってもうちょっと赤っぽい気がするんだけど、まあ、ということで結果的に普通にただの秋メイクになってしまいました。あ、でもいいね。このワンピースの時こういう感じのメイクにしようかな。若干韓国っぽいかも。あの、もうそろそろレンガ女子になりたいとか、赤レンガ倉庫に憧れてるっていう子はぜひ参考にしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。